こんにちは、石川正義です。今日はですね、パイ生地を失敗せずに作る方法というのを教えていきたいと思います。で、パイ生地は2種類あるんですけども、折り込みパイと練り込みパイですね。この2つのいいところを合わせた作り方を教えていきます。
今日はねパイ生地を作っていきましたけども、やっぱり面倒くさそうだなとか難しそうだなっていうねイメージがあるのかなと思いますが、実際に手間はかかる方の生地ではあるんですけども、温度管理さえねしっかりすれば失敗することは少ないですし、パイが作れると作れるお菓子のバリエーションもねかなり増えますんでね、ぜひ挑戦してみてください。あと作った生地の保管ですけども、冷蔵庫で保管をしていますと、だいたい3日か4日ぐらいで小麦粉の層にバターがどんどんと染み込んでいってしまいますんで、浮きが悪くなります。ですので折り込みが終了した時点で密封をして冷凍しておく、もしくは冷凍のスペースが許すのであれば使う厚みに伸ばしてその状態で密封をして冷凍する。そうするとだいたい2週間ぐらいはね十分持ちますんで、お時間のある時に作っておけばいいのかなと思います。ではまたこんな感じで動画アップしていきますんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。